produced by Abu Garcia. こちら、ソルティステージ KRX の黒大シリーズになります。まあ、黒大と言いますと、ポッパーに反応が良かったり、あとはチヌボンボンみたいなね、そこのリグに反応が良かったりっていう、そういうチヌゲームなんですけども、それ用のロットはこちらになります。3機種ございます。実はですね、こちらのロット皆さんチヌボンボンでおなじみ のチヌのスペシャリストの武田さんに監修していただいておりまして、まあ、実は彼に使っていただいてテストしていただいて、それをフィードバックをいただいて作ったモデルはこちらになります。3機種で大きくですね分けてですね、2つありまして、ボトム系の、まあ、チヌボンボンを代表されるようなボトム系の釣りから、あとはポッパーですね、まあ、結構時期限られてるんですけども、黒鯛ポッパーに反応いい時期、ポッパーゲーム用も大きく分けて2種類ございまして、で特徴なんですけれども、KRX という通りですね、新しい今年富士工業から発表されるニューコンセプトガイド KR ガイドが搭載しております。まあ、こちらは本当にね、感度、あとは飛距離、まあ、あとはラインのトラブレスが非常に少ない、あとはロッドバランスや、あとはロッドパワーが上がると、まあ、あらゆる面で優れていると言えるガイドになりもなっております。であとですね、こちらバットまで X テープが補強されております。非常にトルクフルで、こちらのモデルはですね、7フィートジャストのボトム専用なんですけども、まあね、チヌゲームというと当たりがコツコツリトリーブ、ただ巻きしてるとあると思うんですけど、なかなか乗らなかったりするかと思うんですけれども、こちらさすが武田さん、あらゆるどんな当たりも乗せちゃう不思議なティップ、まあ、特徴があるテーパーになっておりまして、まあ、彼はそういったところもねこだわっておりまして、まあ、あとはですね、40を超えるキビレだとかクロダイも難なく対応できるバットパワーもありますし、まあ、そういった小さい当たりも対応できるようなティップ、こういったのがね絶対のバランスとしてこだわって作られております。で次のモデルですね、7フィート8インチ、先ほどのモデルより8インチ長いんですけれども、まあ、こちらはもっと遠投したい場合だとか、まあ、春のノック込みシーズンの大型クロダイを狙うとき、まあ、あとはですね、河川でも流れが速いところ、あとはその使うジグですね、ボンボンとかの重たいジグヘッドを使う場合なんかは、この7、8がおすすめになっております。で、最後にポッパー用。まあ、ポッパー用はですね、このボトム系と違うところは全体に張りがありまして、ポッパー、しっかりポップオン、こういうふうにポップされてると思うんですけども、しっかりアクションできるようなティップの張りと全体の張りで、まあ、しっかりこういった小型のポッパーも遠投できるようなアクションになっております。で、まあ、意外とね、風が吹いた時なんかしっかりポッパーをアクションさせないと黒台に気づいてもらえないっていうシチュエーションもあると思うんですけども、そういった波立ったシチュエーションでも、この結構ね、張りの強いアクションでしっかりポップ音、音、黒台、気づかせることができます。でこちらが7フィート1インチになっております。まあ、遠投もしっかりできますし、取り回しも非常にいいモデルになっております。まあ、こちら本当クロダイが始まる5月から市場投入されますんで、皆さん武田さんの力がこもったロットぜひ使ってみてください。はい、こちらがですね、そのクロダイのサーブ袋になっておるんですけども、上と下で違うマテリアルで作られておりまして、実はですねこちらのセンターでこのようにですね外していただけると分かれるようになっております。でなぜ分かれるかと言いますと、この上の部分がソフトマテリアルの方がティップカバーとして使えるようになっております。皆さん本当にサーブ買われた後にサーブ袋を使わない方もいらっしゃるかと思うんですけども、そういった方でもですね、上だけ部分をですね取っていただいて、このようにですね複数本ティップを重ねた時にティップカバーとしてこのようにですねカバーしていただいて、ここを巻いていただいて、まあしっかりティップね、繊細なティップを保護していただけるような、そういった使い方ができますんで、皆さん捨てずに
使ってみてくださいね。